先月、掛川市の栗園に30人ほどの栗農家が集まりました。この辺の枝をこれから育てていく枝としては優先して栽培方法の指導をしていたのは、石川県能登町で18年間栗園を営んできた松尾和弘さん、50歳。松尾さんの作る焼き栗は独自の製法によって糖度が30度を超え、その美味しさから大人気、全国から注文が来るほどです。しかし今回の地震で作業場や自宅が大きな被害を受け、事業を続けることができなくなり、今年3月家族を連れて浜松市へ移住してきました。もう家の中のもの全部、冷蔵庫とかテーブルとかもう全てのものが倒れていたので、玄関を開けてみたら自分たちがいた住居部分だけ崩れてなくて、うち作業場と家の併用住宅なんですけど、面積でいうと 6、7 割は作業場部分で、そこがぺしゃんこに潰れていったんですね。松尾さんの自宅がある輪島市では最大震度7を観測。多くの建物は倒壊し、道路はひび割れや陥没など広範囲にわたって甚大な被害を受けました。松尾さんの作業場も倒壊し、すべてを元に戻すためには1億円以上の費用がかかると言われたといいます。松尾さんは再建は難しいと判断し、手塩にかけた栗園を畳む決断をしたのです。今後について悩んでいたところ、あるプロジェクトへの協力依頼が舞い込みます。それが静岡県内の企業や団体などが取り組む遠州和栗プロジェクト。2022年7月に発足したこのプロジェクトは、和栗の価値を高め、需要の拡大や後継者不足の解消などを目指して活動しています。栗を使った特産品を開発するにあたり、専業の栗農家として成功を収めた松尾さんの力を借りたいと、事務局がプロジェクトへの参加を依頼したのです。栗自体を貯蔵熟成していくことによって糖度が上がるっていうところにすごくこだわりを持ってやられていて、日本をやっぱり和栗の国として広めていくっていうところでは欠かせない人なのかなとは思っておりますし、このプロジェクトでご一緒して栗を通じて日本を、地域をっていうところを変えていけるような競争を共にしていければなということで、こちらに来ていただくことになりました。またプロジェクトでは、能登の復興の力になりたいという松尾さんの思いを汲み取り、新商品開発の一部に能登栗を使うことを決定。今後松尾さんが静岡と能登の架け橋となり、能登栗の仕入れの調整などを任されることになりました。能登への復興にもつながるこのプロジェクトを成功させたいという強い思いから、松尾さんは今年3月家族全員で浜松市に移住したのです。静岡で私たちが能登の栗を買えば、ちゃんと計算できる利益が出て、能登栗の栽培をずっと続けていける、そういう生活を、保障してあげるっていうのも、この和栗プロジェクトの大事な仕事なので、ちゃんと利益が出る形で応援してあげたいなと思います。この日は会議。プロジェクトでは栗の自家栽培も目指していて、木を植える場所について話し合いました。松尾さんが候補地選びから土壌分析まで、各地へ直接足を運び調査をしています。フラットで条件はいいな、日当たりも良くていいなと思って、もうぜひやらせていただきたいと思っていたんですけど、結論から言うと無理ということが分かりました。40センチぐらい、これチップですね、木材チップが かぶせてあって、その下の土を取ろうと思ってたら、土がなかったです。石しかなくて、もう本当にこう果樹はまず無理だなっていう場所。
条件に合う土地が見つかった後は、松尾さんが栗農家として再起する場所になります。指導にも力を入れています。この日は掛川市内の栗農家に向けて夏の剪定作業の指導を行いました。通常栗の剪定作業は木の休眠時期である冬に行うのが適切だと言われていますが、作業ってやるべきだよっていうことは言われたことないと思うんですけど、目的は2つですよね。今年の果実に養分をあげたい、で来年以降使うものにもう少し養分を分配する、その養分をどこに送るかっていうのをより明確にするためにするのが剪定なので、松尾さんは栗を大きく育てるためには夏の剪定作業も重要だと説明。参加した経験豊富な栗農家も初めて知る知識に驚きの表情です。夏の季節の剪定、これはまあ初めてだったんですが、これが今回いやかなり効くんだなということが、ね、分かったんでよかったと思います。はい、本当はいろいろ勉強になりました。これだけ人のために尽くされているということも本当に見習っていかなければいけないなと思うし、もう教えてもらったことは生産者はみんな生かしていかなければいけないなと感じます。能登半島地震から今日で半年、松尾さんは栗を通じて新天地である静岡から能登の復興を支える新たな人生を歩み始めました。懸命に前を向き一歩一歩進んでいます。見捨てることだけは絶対したくなかったので、自分ができることってもう栗しかないですからね。そこはこっちで静岡でその能登の栗園のことを見捨てなくていい、諦めなくていいって言ってくださったのがやっぱり一番大きいですかね。この静岡の栗のために力を貸してくれ、発揮してくれっていう、でそれがまあ静岡だけではなくていくいか日本の栗のためっていう役割でやっぱり呼んでいただいているので、しっかりその静岡を栗の産地にするためのもっともっと勉強していきたいなと思ってます。はい。